はい、こんにちは、ポロです。今日も音声を聞いていただきありがとうございます。今日のテーマはですね、成功は近道はできてもワープはできないという話をしていきたいと思います。まあ、今ですね、こういろいろコツコツと、取り組んでいる人もね、多いと思うんですけど、特に序盤っていうのはすごく、大変な時期が長く続くんですよね。まだ自分がこうなかなか成果を手にできていない時期っていうのは、本当にですね、こう長いトンネルを歩いているような状況で、いつになったらですね、この状況が終わるのかっていうのがね、いつになったらこう、成果が出るのかっていうのが見えないので、本当に苦しいわけですよ。で、多くの人は途中でね、そこにこう耐えきれなくなって、トンネルの、途中で引き返してしまうみたいなことがあるんですけど、本当にですね、何事もやっぱり、大きな成果を手にするまでにはものすごく時間がかかるんですよね。で、ついついですね、こう何かワープをする手段があるんじゃないかっていうふうに考えてしまう人がやっぱりいるんですよ。特にこうブログとかそういうものに関しては、いわゆる詐欺商品ですよね。たった5分の作業で月収100万みたいなね、ネット広告っていっぱいあるじゃないですか。あんなものは全部嘘なので、そういうような情報を目にすると、どうしてもですね、ワープする手段があるっていうふうに勘違いしてしまうわけですよ。でも実際ですね、何事もやっぱりワープっていうのは無理なんですよね。近道はできるんですけど、ワープっていうのはできないんですよ。例えば全くですね、こう野球をプレーしたことがない人が、たったね 2,3 日でプロ野球選手並みの、そのテクニックとかスキルを身につけるのは不可能じゃないですか。やっぱりコツ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 ですね、自分をこう訓練していって、何年もね、何十年もかけてようやくそういうような状態に立ちこう立てるわけであって、いきなり初めてね、数日とかでそんなこうもうプロ選手のね、波のそういうスキルとかを身につけるのは無理じゃないですか。ですよね。例えば全く勉強したことがない人が、ほんのね、例えば1週間とか勉強したぐらいで東大に合格ってのは無理じゃないですか。それってだからワープはできないんですよ。でもそこをなんとかね、効率よく進むために近道する手段っていうのはあるんですね。そういうのは人に教わるとか、いろんなね、例えばビジネスでいうのは広告を使うとか、それによってこう、自分でコツコツ集客するよりはスピードは速くなりますよね。そういう手段はあるんですけど、いきなり今いる地点から大きなね、だいぶ離れた自分の望んでいる大きな成果にたどり着くってのは無理なんですよね。なので、まずそのことをですね、前提に考えてほしいんですけど、特にこう自分が駆け出しの頃っていうのは、どうしてもやっぱりですね、こう成功している人たちと自分を比較して落ち込んでしまうことがあると思うんですよ。例えば、こう自分でね、商品を作っていて、販売してるけども、自分の商品が非常にしょぼいと、セールスページもしょぼいし、商品そのものもしょぼいと、ただや、すごく売れてる〇〇さんは、そのセールスページもね、めちゃくちゃこうデザインも綺麗でかっこいいし、その売っている商品もですね、すごくクオリティが高いと、もう自分なんかと比べたらね、もう本当に全然こう話にならないようなレベルだっていうふうに考えて、落ち込んでしまうことがあると思うんですよ。で、そこで自信を失って、もう自分には無理だっていうふうに考えてやめてしまうっていう人もね、少なくないと思うんですけど、それってこう自分の現在とその〇〇さんの現在を比べてるからそういうふうに思うわけですよ。自分っていうのはまだ駆け出しの状態ですよね。で、〇〇さんっていうのはもうその業界で何年もね、経験を積んできて今の地位があるわけですよ。その〇〇さんも今の自分と同じようにしょぼい時代っていうのがあったわけですよ。で、そのしょぼい時代を何年も経験してようやく今の地位にたどり着いたわけであって、自分の現在とその〇〇さんの現在を比べるからね、そこのギャップにすごくこう自分の、できなさとかそういうことを感じて落ち込んでしまうわけですよね。でも同じ駆け出しのスタートラインの地点で比べたら、ひょっとしたら自分の方が〇〇さんよりも上かもしれないわけですよ。だから自分の現在と他人の現在を比べるってのはそもそもおかしいわけですよね。だってそのスタートラインがそもそも違うわけだから、自分よりもね、5年も10年も前に始めた人と、まだ1年目2年目の自分のそのスタートラインっていうか、で比べたら当然違うわけじゃないですか。だって5年も10年も先にスタートしてるわけだから、当然自分より前にいるわけですよ。
その人とまだスタートしたばっかりの自分をね比べて、あ、全然あの人には追いつけないやって考えると思うんですけど、まあ当たり前じゃないですか。マラソンとかでもね、自分よりももう何分も前にスタートした人とまだスタートしたばっかりの自分だったら当然やっぱ差は開いてるわけですよ、うん、だからそれを比べること自体もう無意味というか、別に比べたところでねどうこうなるわけでもないじゃないですか。ライバル調査とかしてるとどうしてもそういう風にね感じることが出てくると思うんですけど、まあそんなことを感じても何の意味もないというか、そういう今成功してる人たちももう全然ね、もう鳴かず飛ばずの時期もあったわけですよ。もちろんね最初からうまくいってた人も中にはいるかもしれないけども、大多数の人はやっぱりねそういうまあ売れない時期というか本当にね、苦労した時期があるわけですよね、うん、YouTube とかを始めてもやっぱりねもう今売れてる YouTube で成功した人たちってすごいじゃないですか。もう動画のクオリティも高いし、やっぱりそのなんていうんですか、うん、ファンもいっぱいいるしね、そういう人たちと自分を比べて自分もまだ全然ね駆け出しで再生回数も少ないし動画のクオリティも低いというふうに感じるかもしれないですけど、まあそれってね、だって自分はまだスタートしたばっかりだし相手はもう5年も10年も前に始めてるわけだから、それは当然そういう状況になってもおかしくないですよね。だからそこはもう気にする必要はないわけですよ。僕たちがやるべきことはもうコツコツですね、こう積み重ねをしていくしかないわけですよね。一個一個もう、例えば今がね自分が YouTube を始めたばっかりで、まあ、登録者数がね本当に5人とか10人しかいないんであれば、その数を一人ずつ、まあ、少しずつですね増やしていくっていうことしかできないんですよね、うん、もちろん広告とかを使って一気にね、まあ、YouTube に広告打つ人はいないと思いますけど、まあ、そういうような感じで、まあ、一気に集客をね増やすことができたとしても、それってやっぱりね本当の意味でのまあ自分のフォロワーじゃないじゃないですか。自分に興味のない人が何人ね登録してくれたりとかフォロワーになってくれたとしても、まあ見てくれなければ意味がないわけだし、それってただのハリボテに過ぎないんですよね、うん、だからそれよりはこうね自分に対してすごくこう興味を示してくれる人とか、まあ、応援してくれるような人の数をですね一人一人コツコツ増やしていくっていうことが大事なんですよね、うん、だから特にこう駆け出しのうちっていうのはあんまりそういうねこう大きな成果ばかりをまあ掴もうとしてね何かワープする手段があるんじゃないかみたいな感じふうに考えるよりも、目の前のことを一個ずつですねこう着実に積み重ねていくっていう方がいいと思うんですよ。まあ時間は当然かかりますけど、でもそっちの方はやっぱり基盤がしっかりしますし、仮にそういうねワープする手段があったとしても、やっぱりこう基礎が身についてないわけですよね。そういう苦労した時期がない人っていうのはすごい脆いわけですよ。何かトラブルがあった時にこう対処できずにですね、まあ、すぐにこう落ちていってしまうわけですけど、そういう大変な時期を苦労乗り越えてきた人っていうのはもう経験値が身についてるから、何かトラブルがあった時とかそういううまくいかない時に対処できるようになるわけですよね。だから今の自分の苦労してる経験っていうのは必ず将来的にプラスになるんで、成果だけをねこうまあフォーカスして、まあ、苦しい思いするだけじゃなくて、もう本当にですね、まあ、そういう経験とかも必ず自分の人生の財産になるんで、そういうふうに考えてですねこの、まあ、長い長いトンネルをですねずっと、まあ、歩き続けてほしいと思うんですよ、まあ、いつか必ずその出口にたどり着くことができるので、心折れることなくですね、まあ、別のメッセージも言いましたけど、今自分を応援してくれる人とかそういう人が本当に一人でも二人でもいいからいれば、その人たちが喜ぶようなことをですね、まあやるっていうことです、まあ、それをすれば少しずつ、まあ、そういう人たちが増えていくんで、あんまりこう新しい人をね数を増やして追い求めるっていうのは、まあ、本質ではないので、ちょっとねなかなか成果が出ていない人とか、まあ、焦りも感じるとは思うんですけども、まあ、それは本当にね、まあ、誰しも通る道ですから、気にせずに、まあ、着実にですね前を向いて一歩一歩進んでいってほしいと思います。では、今日の音声は以上です。最後まで聞いていただきありがとうございます。